さあ、ということでね、先にね、こっち復活する前に、ね、残り4つ。なんとか1日で4つ行きたいが、厳しいか。まあ、行くぞ。ね、もっと青を増やしたかったんだけど、しょうがない。まずは青を出します。で、敵はまだ復活していないはず。嘘だ、どんどこどーん。あいつら箸食おうとしてる。こんな演出あったっけ？まあ、いや、増えてくれ。で、これやな。とりあえずこれぐらい。まずはお前は増えるんや。手伝い手伝い。うわ、もう割と復活してる。1日いなかっただけで割と復活してる。復活早ない？で、まあここやね。よし。で、うん、ここはこう。ここどうや？あ、ここも水か。とりあえずね、ここの2日目の最後でやらかしたやつを。いきますか。外回り。よし。振り向かせるなよ。マジで。どうなっとん？マジでわけわかんねえんだけど。こっち優先。これも壊し出しとくか。あと2日かかりそうやな。こいつを倒さないっていう選択肢もありなんだよね。自分をおとりにしてね、パーツ運んでる間時間を稼ぐ。ショックアブゾーバー、揺れを吸収してくれる。これがあれば宇宙服用意する心配はないな。と、
今日で残り全部持っていきたいとこやが、とりあえずね、そことそこで、そこでヘビガラスいけなくはないな。よし、とりあえずこいつを青ピクミンの餌に、とりあえず降りてこい。よし、青ピク、よし、まだか。じゃあこいつぶっ殺した、あれだよね、ほんと。なんていうか、よし、よし、とりあえず青ピクを増やさねば、うん、そうまあいいや、赤も増やしとかないとね。数の暴力するのは赤が一番。そこに蜜が出てるんでね。一回赤を片付けて、青を出して、あんまいねえな。やっぱこれちょっと修正されてるっぽいな。5匹ぐらいまで、1つの蜜で5匹ぐらいしかできないね。今のね、蜜吸う直前に全部やったら、ね、1個や2個でね、100匹全部花にするとかできたんだけど。できなくなってる。さあ、それではあとボス戦が2人で終わりかな。ここはせえな。うん、そうやね、あとボス戦が2つ。行くぞー。まだ壊れてなかったけど、まあまあ壊れるやろ。お、ぴったり3つも出そうやな。サジタリウス、息子からのプレゼント、そういえばお土産をねだられていたな。回収したドルフィン号のパーツはね、30分の8、あと4個。とりあえずここで2個回収したいところ。ほらね、これでもう全部できたもんね。前だったらしょうがないね。行くぞ。
これどうやって倒すんだっけ覚えてない。ケツでいいんだっけ。え、マジで覚えてない。ひどい。でもこれが自分がおとりになってあいつらを生かせる。帰るぞ。もうあいつら抜けた。倒し方忘れてる。あ、どうやって倒すんだっけ。爆弾伸ばせるんだっけ。さあ、あとは最強のヘビガラスくん。背中がパカッて開いた記憶はあるんだよね。放射線キャノピー、ひびが入ってないか後でチェックしておくことにすると。放射線漏れがあったら底辺だからな。さあ30分の9。じゃあ行くか。10以下の犠牲で倒したいね。さて、あそこに微妙に残ってやがんな。ほんとワンのピクミンはよく詰まるよね。行くぞ、決戦の時来たる。おい、私も犠牲を見たいわけではないのだ。あと2匹どっかに。こんなはぐれる。これこれ無理じゃね。行くぞ。まず逃げろ。無理やな、戦おう。視点クソだな。これこれこれ、あれのタイミングでラッパで飛び込ませれれば一瞬で倒せるんだけど。10匹ぐらい食われたか。食われかけー。
ガイガーカウンターね、必要されているが何のためにあるのか私にはよく分かっていないね。ガイガーカウンターってあれじゃねえか。これやばいんじゃない？もう一匹いる。ワンの使用は姿を出さなければ戦わない。まあ抜けてる。これはやべえな。これ無理やな。一日何もすることねえぞ。一日暇だぞ。あれ運んだらもうやること何にもないんだけど。やり直せば間違いなく間に合うと思うが。次の日は5分ぐらいで終わるかもしれない。あれ？まあまあしょうがないね。倒し方わかんなかった。で、二口とっくりともう一匹の鳥ぶっ倒すか。オニオンに戻してやれなかったピグミンたちは全て姿を消した。おそらく夜行性の原生生物たちの餌食になったと思われる。それで彼らは夜を空中に逃れて暮らすようになったのだろう。あー、3匹お亡くなりになってしまった。戦いで死亡16匹。